諜報班のスタッフを回収するんだ。ダイヤモンドドッグズの重責を担ったスタッフ、うん、それだけに。これも自分でカメラの情報を聞き出そうと必死だろう。一刻も早く助け出してくれ。まあグラドゼロスよしさん裸、うん、やっぱり裸でしょ。ネイキッドなんですね。いやいや裸になれるんで。あ、なれるんですか。なるほど。はい、はい、まずはですね、ヘリに乗って潜入開始ポイントに移動します、はい、これどっちでも見れますから好きな方向で見てください。どこでもおりますけど今落ちると死にますんで、ね、はい、それでもしっかりしてますね。安全になりました。マーク見ますね、はい、ここまで書いてありがとうございます。この辺、はい、どこでも行けます。ヘリをどこで降ろすかも自分で決めれます、ね、なるほどなるほど。はい、到着したようですね。じゃあ降りてください。はい、裸が似合う男ですね。これ結構ね、筋肉ついてる。最初はもっと痩せてるんですけど。そうなんですね。はい、では最初にまず馬を呼んでもらいましょう。はい、あ、この辺り口笛はちゃんと選択できるんですね。アフリカでの馬を呼ぶことができると。あ、来ましたね、馬ね。はい、はい、じゃあ馬乗って周りをちょっと見てください。はい、はいはい、馬ね、馬もどこでも呼べます。ほうほうほう、はい、まあちょっとね、交換がちょっと当たってたんですね。これ男子は必ずやりますね。まあね、はい、まあ、あの辺もミッション行ってもいいですけど、ほうほう、まあこっちなんで今日は。じゃあちょっとマップ開いて状況の確認をしてもらえますか。はい、アイドロイド、はい、来ましたね。これマップなんですけど、はい、こっちジャングルが広がって あそこがちょっと怪しいと。あそこに行きます。ターゲット予測、今回のミッションは。はい、はい、で道沿いに行ってもいいんですけど、馬なんでちょっとね、行きにくい。そうですね、ジャングルちょっと行きにくいなと。なんで馬やめます。やめたはいいけど、せっかく呼んだけど返してください、はい、で、まあ、馬を置いていくんかというお叱りありましたけど、ね、実は戻せます。フルトンで出ました。キッチンに戻せます。ねえ、それはまあ、はい、はい、じゃあ崖側から回りまくりましょう。はい、でこの向こうに崖があって、はい、ショートカットができるんですけど、ええ、ここで新しいギミックが。あんたネイキッドじゃないか。気づかれちゃいましたね。そんな格好では危険だ。そりゃそうでしょう。趣味じゃなければ何か着るんだ。趣味って。呼吸を指示してくれ。ツッコミどころがたくさんありますね。じゃあせっかくなんで新しいスーツを主演補給してもらいましょうか。はい、もうヘリで、うん、ダンボールで送ってもらって、ちょっと崖の上に今指定しました。なるほど。これわざと崖の上に今、時間短縮、なるほど。クラックがあるな。クラッククライミングで登れそうだ。おお、ああいう割れ目があるんですけど、はい、まあここは登れると。おお、すごい。あ、そういうことなんですね。まあ登ることが、まあロボットアームなんでぶっ刺して、はい、アイゼン代わり。あれ敵のヘリなんで、はい、見つからないように。なるほど。行きましょうね。ロボットアーム、ちょっと今回何かキーポイントになりそうですね。ちょっとね、はい、赤じゃないでしょ。そうですね、色が違うんで、あれ別のロボットアーム。おー、ということはちょっとまあ、うん、素手の方がしんどいんでね。あ、来ました。あ、さっき頼んだ支援補給が届きました。ダンボール。もうね、宅配の時代ですからね、やっぱり。さっきパラシュートどこ行ったんですか。はい、そうです。パラシュートで運びました、はい、パラシュートは燃えたんですかね、はい、痕跡を残す。これ、新しいスネーキングスーツ来ましたね。新しいスネーキングスーツは、はい、ブーツも調子いいだろう。まあ、裸でもいいんですけどね。おうおうおう、服の着替えはこのようにできます。なるほど、はい、ちょっとこういう意味でマザーベースを育てるのが一番楽しみになってきたんですけどね。それは、もしかしてその靴も最新作か。これそいつなら君のライフスタイルにフィットする。これはこの後紹介する、マクバリのイベント、プーマさんで紹介する。これ発売してますんで、ただの CM じゃないですか。いや、これむっちゃようできるんですよ。見せすぎ情報です。はい、なるほど。はい、はい、頂上にたどり着きました、はい、ちょっと後ろ向いてもらえますか。まあ、ショートカットですね。はい、はい、おお、まあ、こっちでも行けるんですよね。行けます。今行ってもいいですし行かなくてもいいですけど、今用事なのこっちの奥の方。はい、はい、じゃあ奥の森の方に進んでいきたいと思います、はい、これこの奥森なんで、はい、ほとんど視界が通らないんですよ、うん、うんうんうん、はい、
どうするかという話ですね。そういうことですよね。はい、でこの黄色いロボットアームは、はい、ちょっと違うことができるんで今からお見せしますが、はい、ちょっと見通しが悪いところだと双眼鏡が使いにくいので、そうですよね、まずは何のチェックすればいいかちょっと調べたいと思います。ロボットアーム、ピンレーダー、ロボットアームでできるんですね。で生物に反応します。ほうほう、あの丸いのが敵かどうか分かりませんけど、ええ、小動物から動物からあれ反応してます。なるほど、機械には反応しませんけどね。はい、生物探知できる。であのところをまあ自分見てみると、あ、敵がいましたね。あ、いました。でこれが、はい、アナライズ中です。アナライズ分析して、うん、今能力値が出たんですけど、ちょっと A のマークついてますんで、はい、結構いい敵兵です。これはあのマザーベースで開発したからできるんですけど、そういうことなんですね、はい、あ、それによってまあ倒すか、はい、いうことができる。まあいらない兵士は取るとしない、しないということですね、はい、で今2人、まあ、ちょっといい兵士なんで捕まえてみたいと思います。はい、はい、これサプレッサー付きの麻酔銃ですね、うん、はい、はい、あ、ダメです。あ、ヘルメットかぶってたんで、はい、麻酔銃弾返されました。見つかります。ちょっと敵の注意をそらしたいと思います。で、個人兵器、はい、これ何ですか。バルーン、バルーン、なぁ、どうですかこれ。なん、なんですか。デコイ、デコイ、ウォーカーでも出てきましたけど、あれ喋るんですよ。え、大塚さんの声で音と人形で敵を観覧する。ほー、ちょっとアホな兵士さんが今、ね、向こうに行ってますけど、じゃあ今注意引きつけて、はい、あとホールドアップして、その間に、はい、あ、気づかれました。すれ違ってます。おはは、はい、はい、これであの2人の優秀な兵士ゲットできましたので、はい、ほー、まああんなバルーンで誤爆させるような兵士はいらんのですけどね。まあね、あとでね、基地に帰って、はい、あの説得して仲間になる。まああるんですね。はい、この先もですね、まだまだ見通しの悪いところが、はい、これずっとこういう状況なんで、なるほど、ちょっとここで、はい、強力な助っ人を呼びたいと思います。それがまさかの先ほどの、はい、バディの一人ですね。ほう、え、ちょっと待ってください、バディの一人。はい、クワイトさん、バディの一人ってを呼びます。なるほど。あの、まあ、数は加えて嫌いなんで、はい、やめてくれと言いますよね。言ってますけど、しまってもらしなんとと、数の趣味ではないんですよ、多分ね。もう趣味はボスが好きなんです。ボスが好きなんです。なるほど、はい、ちょっと今、パラシュートの影が映りましたけど、はい、はい、あ、おー、マザーベースからこの人はもうヘイロー効果も得意ですからね。まあ、だって、はい、あんなとこ、あー、来ました。こむちゃくちゃ強いですからね、この人。そうね、はい、やっぱりスナイパーですからね。スナイパーです、はい、攻撃中ですからね。小林さん、ちょっと見てみましょうか、うん、まあ、目の保養にもなりますけどね。なんで見たんですか、これ。ダンサー、うなずきました。ああ、まあ、でも敵か味方かわからんのでね。そういうことですよね。あ、まあ、いいですね、この教官と弟子みたいな。じゃあ、ここからクワイトの力を借りて戦闘を再開したいと思います。索敵をしてもらいます。まずですね、はい、狙撃ポイントを指定して、はい、そこに潜んでもらって、はい、あのプレイヤーの戦闘をサポートしてもらいます。あくまでもじゃあサポートという形なんですね。あ、いろんなことができます。まあ、めちゃくちゃ早いんでね、これ。早い。早い。いや、見えない。はい、まあ、一緒に戦うこともできますが、基本はスナイパーなんで、はい、あの、索敵とか諜報活動してもらいます。なるほど、なるほど。で、今、緑のマーク、はい、あそこで、スナイピングポイントについたということ。あ、まあ、ちょっと銃声が聞こえました。ありましたね。これクワイエットの銃声とは違いますので、なんか、近くにちょっと敵が潜んでいるようなので、はい、ちょっと慎重に進みましょう。なるほど。なんか BGM も変わりましたよ。だから敵がいます。敵が、ほうほうほう。あ、クワイエットが、森に潜む敵を発見してくれましたね。あ、今の生物探査のツアーじゃなくて、はいはい、あのデカクワイエットが、お、これ緑のなんですか。あのレーザーサイトです。あのポイントしてます。で、あのまま狙撃命令も出せるんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、はい、あの敵編もちょっとゲットしたい。まあ、プレイヤーがどうするか、はい、で、鼻歌を歌ってたと思うんですけど、あれが合図です。ポイントしました。ほー。で、まあ、あの彼女に打たせることもできますけど、やっぱり、まあ、自分で打ちたい人はこういうふうに、うん、なるほど、なるほど、はい。まあ、ポイントされてること知らないんで、かわいそうです。おー、はい、フォローアップして、まあ、こんな間抜けの兵士もいらんのですよ、ね、でもブルドン回収と、まあ、ちょっとね、最初は人が必要なんで ね、 そうですね。あ、見つかりましたよ。見つかりました。ちょっと大丈夫ですか。あ、え、今のはあ、クワイエットがヘルメットをクワイエットが送ってくれたんでヒットショットできます。なるほど。まだいるか。ナイスコンビネーションです。そういうコンビネーションもできるわけですか。はい、はい、
敵か味方が分かりませんかまだいいですか、ね、なるほど。ちょっと天気が悪くなってきました。あ、天候の変化を確認。あ、ちゃんと出るんですね。あ、雨降ってきましたね。雨強くなってきましたね。これはちょっと視界があんまりさらに良くない、まあ、音はね、はい、聞こえなくなるんですけど、はあはあ、敵の気配もちょっとプレイヤーさん気づきにくくなりますね。あ、はい、まあ、このように結構いい感じですよね、うんうん、あの潜入じゃなければね。そうですね、はい、じゃあちょっと加えたこの先さらに潜入してもらって、はい、今回ですね、先ほどの狙撃庫に潜むんではなくて、はい、指定エリア全体の索敵をしてもらいます。おお、はい、また早いですからね、見てください。なるほど、猛烈に早いです、はい、移動開始しました。今裏側を、はい、いやこれおばさんじゃないですよね怖いんですけど、はい、アオン速ですねはあ、じゃあクワイエットの役割としてはそのマーキングも先にそうしてくれるんですか。索敵してマーキングしてくれます。ほお、拠点に到着しましたね、はい、クワイエットが、ね、で次々と敵をマーキングしていってくれてます、はい、あれもう彼女がしたんで、おお、まあ、あいつらをどうするか自分が決めると。はあ、なるほど。これでだいぶ潜入がしやすくなりましたということですよね。まあ、いいとこはボスに任せるという基本をね、あのうちのスタッフと違いますはい、いいとこ取りじゃないかと。やっぱり、ね、雨降ってるとちょっと視界が良くないんで、そうですね、ちょっと天気を変えたいと思います、ね、はい、でここで皆さんずっと先そこでやってますファントムシガーを時間を早めたいと思います。うんうん、きた、おはこれ天候。これね、夜はもうこんなに暗いんで、ええ、ちょっとやめた方がいいですね。ジャングルは逆に見えないですよね。はい、でも夜行性の動物もいますから。はい、ほうほうほう。もちろん夜潜入することもできるんですよね。はいはい。うん、まあ敵も見えないですけどね。ということですよね。はい、現在今時間を進めて天候を回復しようとしています。なんですけど、はい、あんまり進めると捕虜は死んでしまいますんで、一応捕虜救出ですからね、はい、なるほど、そうですよね、まあ、違うミッションならいいんですけど、ね、そうですね、そこを考えた方がいいですね。ちょっと急がないとダメです、ね、ダク大丈夫ですか大丈夫ですかね、うん、さあ、はい、はい、あ、雨止みましたね、はい、いい天気になりましたけどね、天気になりました、はい、じゃあ先にちょっとここから先は敵の数が多いようですので、気をつけてください。はい、まあ、クエットはそこ今いますね。おうおう、あの緑のマークですね。さあマーカーを変えて、これあの最初ここに向かおうとしてたところです。はい、はい、で、あ、ちょっと装備が重装備兵なん で、はい、なんでこれはちょっと麻酔が効かないですね、はい、まあ暑いでしょうけどね、まあ、ちょっとでも崖際に立ってるんで、先ほどのちょっとアイテムを利用したいと思います。バルーンの別の使い方をアイテムを利用する、でこい、お、あ、そんな、そんなわけあります。なるほどあれ結構高等テクニックなそうですよね、成功してよかった。あ、近くにもう一人いましたよ。はい、で、おびき寄せてます今。じゃあこいつも重装兵なので、はい、あれね、いいセンスだとかいっぱい言ってる人も今聞こえないですね、今日ね。ほうほう、このアームの能力を使ってみたいと思います。これ新しいロボットアームが回ってますね、はい、はい、スタンです、スタン、ビリビリ、手に電気を貯めて相手にぶつける、はい、なんで、他のアームもいっぱいあります、特殊仕様の。そう、それ早く開発したいですね、はい、で、あ、クワイエット、クワイエット来ました。おー、来た、ほら、クワイエット来ましたよ。さあ、そしてちょっとまだ周りに敵残っているようなんです、こちらの確認もお願いします。はい、はい、あれはもしや、あそこですね、ターゲットが。おちょっとターゲットが尋問されているようなので、はい、急いで、はい、クワイエットに協力するので一気に倒しちゃいましょう。狙えと、クワイエットね、あの左の右のやつを狙えと、で自分はこっち、はい、同時、はい、うまくいきました。なるほど、はい、そういうコンビネーションもできるわけですか、まあ、はいはい、じゃあ急いでターゲットの元に向かってください、はい、ターゲットいましたね、ターゲット、生きてますかね、生きてますかね、ターゲットがいました。監督じゃないですか。ダンク？ダンク？ダンク？何自分助けてんすか？また捕まったのか。ダンクですね。また捕まっちゃいましたね。かあ。無茶しやがって。ボス、ダンクも。あ、ターゲットを回収してくれ。はい、フルトンで回収。なるほどなるほど。はい、回収。あ、フルトンは撃たれ。見つかった。やばいですね。後ろのスナイパーに発見されたようです。はい。
これちょっとかなりヤバい状況じゃないですか。あ、他の敵にも見つかっちゃいましたね、はい、戦闘になっちゃいました。ちょっと撃たれてますけどね、大丈夫ですか。でクワイトさんが後ろの敵を排除して協力してくれてます、はい、あ、本当だ、緑のマーキングもしてくれます。はい、はい、今次々とクワイト倒してます。じゃあ撃たなければクワイト撃ちます。あ、ちょっと橋を渡ってくる敵がいるんで、はい、なんとグレネードで、はい、グレネードランチャーで。なるほどなるほど、橋を破壊して、はい、大丈夫ですかダン君。はい、あ、ダン君ね、もう一人のダン君ね。もう一人のダン君。よしよし、ダン君危ないこと、はい、よし、成功しましたね、今回は。じゃあ、あとは脱出です。まあ、あの彼を助けたんで、あとは脱出ですね。ホットゾーンを離脱すると。もう見つかってしまったんで、かなりで上がってますね。クワイト来た。クワイトもついてきてくれてますね。クワイトは向こうでスナイピング。はい。これは大丈夫かな。ちょっと見ていきました、そこで。さあ、そして。まあ、クワイトがマーキングしてくれる。狙ってくれると。はい。あ、重装備兵ですよ。はい、ヘッド、はい、ヘルメット、またクワイトが、はい、またクワイトが、スナイピング、当たってる、当たってる、後ろに、後ろに、危ない、当たってる、はい、クワイトが守ってくれてますんで、はい、今のうちに橋渡りましょう、はい、後ろから多分追ってきてます、うん、あ、向こうの足からも追ってきましたね、はい、じゃあちょっとおとりを使いましょうか。これかなりヤバい状態じゃないですか。ヤバいですね、やばい状態。マガジンチェンジ、はい、でデコイをいっぱい使いましょう。はい、1、2、3、はいはい、おしゃー、はい、分身の術、はい、敵がまた引っかかりましたね。あれが強いかと思ってますんで、その間にその間に全員倒しちゃいましょうか。クワイトも助けてくれます、はい、おお、あ、よかった、危なかった、危なかったです。おー、危ない。あ、また増員ですね。あ、もう、大丈夫か。マーキングしてくれます。はい。まあ、あ、さあ、ちょっとダイブして。大丈夫ですかね。危ない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 。戻ってください。そうですね。あ、ダン君、どうすんの。あ、挟まれましたね。はい、ちょっと、ちょうど下が枯れ草なので、はい、あれね、燃えるんで。火炎瓶を使いたいと思います。火炎瓶で、お前、ちょっとね。そういう血のりも生かしてやれるわけですか。つや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 。あっちもだけですね。はい、クワイトも、あの、打ってくれたりしますけど。あ、はい、あっつあっつあぶらぶら。クワイトいますよ、すごい。はい、僕の。はい。じゃあ、これでしばらく追ってきそうにないんで、今のうちにヘリを呼んじゃいましょうか。はい。はい、はい、じゃあ、ヘリに向かいましょう。逃げましょう。あー、まいまい。これ違う。これは敵のヘリですね。敵のヘリ。これ敵のヘリですね。ダメです。逃げてください。ダメです。ダメです。ダメです。飛び込みうまいな。はい、ちょっとやばいですね。これちょっと危険だけど、あ、ちょっと銃じゃダメだろうな。ランチャーで、ランチャーで倒すのに、ね、はい、ラバクチェンジしますけど、あ、ちょっとちょっとやばい、ちょっとやばい。グレネードランチャーで、はい、外してますよ、ダンク。逃げてください。弾ないですよ、弾がゼロになった。弾ない。まあまあ、こういうね、はい、なんかこういう予想外の出来事が、シーンはベリガリですよ。予想外、はい、危ないですよ。お、なんか撃たれてます。撃たれてますか、クワイト。はい、クワイトさんどうしますか。あ、来た来た、クワイト。あ、ここでもクワイトに協力してもらいましょうか。ちょっとね、クワイト今どこにいたんですか。ランチャーないんで、普通のグレネードを、はい、投げて、はい、クワイトに当ててもらうと。これを撃って どういうことですか。これクワイト撃った。なるほど、そんなことありますか。まあ、クワイトなんでね。まあ、敵か味方か分かりませんけど、まだ言いますね。ちょっとジャングル、ね、逃げてください。はい、これヘリ、敵のヘリ倒しましたんで、この辺は降りることができないんで、はい、ヘリがちょっと開けたところまで行きます。なるほど。でクワイトはこの間猛烈に走って、はい、スネークをサポートしてくれてます。ほうほう。ちょっと見えないですけど、緑のが見えてると思うんですけど。ほうほうほう。移動開始します。はい、あの煙が怖い、怖いですよ。大丈夫かな。おお、はい、厳しい。頑張れ、もう少し、はい、ここヘリが行きますよ、ヘリが。あ、クワイト、ヘリ来ました、ヘリ。はい、追っ手が来るんで。まだ追ってきてますね。はい、何ですか。いや、クワイトさんが狙ってくれてる間に乗り込んじゃいましょう。はい、もうクワイトさん任せて。
まあ、なんかかっこ悪いボスとは思えない行動ですね。はい、クワイト、クワイト、クワイト、すごいですね、頑張ってますね。置いていくんですか、クワイト。いや、いや、まだやっぱりね、彼女はすごいんですよ、ほら。そう、あそこ戦ってますね。移動しながら。帰ってこい、帰ってこい。おい、帰ってきた。はい。ほー、クワイトも乗って。帰ってきました。これで脱出。結構腕打たれてますね。本当ですよね。まあ、ちょっと夕方なんて言ってましたけどね。いや、監督、これ正直クワイエット一人でもいいんじゃないですか。いやいや、まあ、ね、いろいろ使い方ができるんで。ほう、はい、クワイエットさん。でもクワイエットは最初から一番で見るとね、うん、もう目線が、あ、これ今こっちに行っちゃいますけども、はい、ええ、あ、今精神状態が先か味方かわからないですよね。すごい強い。これでも監督あれじゃないですか、クワイエット最初からいたら、まあ、結構楽に潜入できそうな気がしますね。いや、あのね、ええ、クワイエットがこうなるにはかなりのことが必要なんです。やっぱりそこはあるんですね。自由潜入なんで、ええ、まあ、クワイエットに合わない人も当然いますし、え、合わなくても進行できる、連れてこない人もいますし、ここまで、まあ、ある程度親密度が高くないと一緒に行けない。じゃあそこもやっぱり物語が、まあ自由潜入なんで、自由潜入は自分で考えてくださいと。ちょっと今回発見されて戦闘になっちゃって、ランクはクの命は救われた。タバコ吸って時間もかかってるから、メタルギアソリッド5ファントムペインに期待してくれ。ちょっといいですね。この後も東京ゲームショー楽しんでくれよ。敵を倒しすぎました。そういうことなんですね。はい、はい、ということで、見ていただきました。まあ、ああいう使い方もでき